まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。5やばいっけ前12人ぐらい一緒にやった記憶あるけど、変だったっけ夜が来ました目を閉じて今日「出で,で,ですね」って言ったよな、俺これ、これ、これって本人腹毛の人 どうな前かなー前狩人でグッジョブ出してたよ確かあ、違うっけ、OK、あ本人じゃないのねフルオープンはさ作業だもんつえもんあれ村さっきは狩人ゅうどに占,わす占いをさ探かたのに負けちゃったけどな そううだろうな、本人はそれでやらないよな朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした八番のプレイヤーは発言してくださいおはようございます いい男です。1番目ですか。私、仕様はありません。そうですね。じゃあ、シンコロンでも話しておきます。多分占い師は1人または2人と出ると思います。もし占い師が1人出た場合は、ハンターさん出てください。占い位置を狭めたいからです。で、占い師2人出た場合は、片方が黒を出していなければグレーズリーとなります。そのために皆さん発言を伸ばしてください。それぐらいですかね。以上です。9番のプレイヤーは。占い師で出る。俺占い。 発言してくださいおはようございます。はい、2番です。えー、そうですね <coughs>、まあ。2番目なんで、まあ、言うことは特にありません。まあ、仕様もないです。でも、まあ、雑なげりすると、まあ、6番さん、ただただ名前が気持ち悪い。<laughs> そして、えー、5番さん、これこれってあれですね。これこれ、あの、配信者の人ですよね。えー、そうですね。まあ、その辺が、まあ、雑なんですけど、まあ、黒で見てます。以上です。1番のプレイヤーは占い師だ。 まず2番を占って白が出たその情報だけはしっかり覚えてくれ2番白そして8番9番とまあ話聞いて色は落ちていない9番が5番と6番に雑なりをしたなのに6番の名前が気持ち悪いというふうに言った俺の名前は気持ちいいという解釈でよろしいかうん、まあ、ただ2番白なんで9番と1番にラインはありえません っていうところかな、まあ、9番の話ちょっと名前に触れなかった1番名前に触れなかったけど9番結局色落ちないんだけど91のラインはまずないよとこの段階で言っておきます2番白ということだけ覚えておいてください次の2番さんの話聞いてください 2>, 2番のプレイヤーは 発発言言ししててくくだだささい。発言してください。ごめん、これやっちまったわ、俺、占い師1白。えー、っとね、まずなんで3白にならなかったかっていうと、3裏に黒出たときに何が怖いって、俺の順番回るまでに太鼓が出てなくて、三、うん、番がオオカミのときに、オオカミがこれで占い師太鼓とか出たときに、何て言うんだろうな、オオカミ黒なのにつり位置じゃなくなっちゃうんだよね。それがすごく嫌だから、この一番が太鼓出ない方が確率高いじゃん、黒出した後で。だからもう黒見つけるんだったらいいかなと思って、って相手右裏なったらまさかの右が。 ただこれで確定したのがね村目線ね、これあの1と2がどっちとも強人と新ーン、心のどっちかっていうことだから、これは結構まあまあまあよく、よくプラポジティブに考えればプラスなのかなってぐらい、もうこれグレー、グレーつもグレー多すぎるね、うん、うんこれちょっとマジでみんな発言してほしいって感じかな、なまあ9番の雑な国も初日2日目だし、ん2人目だし、まあいいかなって感じ、特には。はい、3番のプレイヤーは 発言してください。これは珍しいですね。初めて見たね。信、えー、教確定だね。うん。1、2、信教どっちか。うん。確定だね。で、そうだね。そう見ると、2番さんは、狂人ならどっかか囲えばいいのに。 囲わずに位置しろってたのがちょっと新芽に聞こえたけど、うん、でそれで新芽を上げるって戦法もあると思うから、うん、まだ現状、ちょっとしたんですけど、8番さんは進行論、うん、進行論は色落ちないけど、普通にいい進行論だと思った。で9番さんのゴールグーザつなぐりがただの発言稼ぎに聞こえたから、ちょっと黒よりのグレーで置いとこうかな。うん正直、グレーが多いから、そうだな、この後、うん、難しいと思うけど、うん 一番難しいグレランだね、うん。ちょっと頑張って探していきたい。以上確かに一番難しいグレランだこれは。4番のプレイヤーは発言してくださいおはようございます。えー、私、使用ありません、村人ジェイです。うんと、そうですね。まあ、一、二番さんが占い師ということで、両方占ったんですね。結構珍しいですね。珍しいん。でもね、二番さんが一番さん占うのって、正直あんまり。 むらりなないいかなと思っていて例えば1番さんが主えー、2番さんが黒を出した時に、えー、と1番さんに、えー、と2番さんはなんか回避させないためって言っていたんですけどえっ、ー、とねその村視点からするとその1番さんは真の可能性もあるんですよ、うん、そこで、えー、と黒出たとしても例えばなんか回避あったとしてそこで真の可能性もあるからその回避させないっていうのは正直うんあんまり村からしたら、うん、微妙かなって思ってるんで。 うん、ちょっと2番差し目薄く見てます、私今。はい、以上です。へぇ、1番を死んでみるんだ。発言してください。これはそうなのに、私も村人ジュなんだけどね、1、2万素人、巨人確定ということでね、3から9までのね、グレーなぐりになっていくと思うんだけど、 まあ、この中ではね,そうだね8番さん特に印象がなんか9番さんはそんなね6番さんの名前に殴ってたのかなって感じね3、4はねまあ考察は伸びてたかなっては思うんだけど、まあ、3番さんね、ね2番さん新名で見てるようだけどねまだ2番さん、新って確定したわけじゃないから私はねフラットで見ている状態ね1番さんもね強人だとしてもそうだ、ね、まだ人狼は強人側でもね分かってないはずだからね。 一番さんもそんな怪しいところないのかなと思って一2フラットな目で見てて三四六七八九の中では、ね、まだ二周目は私あるからねそれで考察伸ばせでいけたらなと思うよ気持ちはあ番のプレイヤーは発言してくださいあ発言してくださいはいえー、僕はあの正真正銘の村人陣営です,、えっとですね、どうやって証明す、ね、名前ちょっとディスられたんですけどドエムなキングってね DM って言葉でね、毎回一発目に,に釣られるんですけどね、それはちょっとやめてほしいですね。はい。あと、あと僕は活躍していくんで、ね、その活躍ぶりを村口仁営さんはね、たちは頑張りましょう、一緒にね。はい。で、俺ね、もう2、2の浦奈義んはもう多分、ほぼ確定ですね。1強人で、もうそれで行きましょう。僕的にはね、あの、声のキャラ作りしてる人って、 結構見にく見ぬ、見抜きにくいと思うんですよね。だから五番さん見抜きにくいんですよね。これ作ってるから。はい。うん、まあ。もう一種あるんでね、これ聞いていきましょう。七 <laughs> 番。のプレイヤーは。なんで。えっと、一周目の最後っていうことで。あれなんですけど、自分はメラ村人陣営です。えっと、今のところ、自分は一二はフラット。で、フラットなんですけど。 えっと、5番さんが1を死んでみて、うん、と6番さんが、うん、と2番さんを死んでみてるんですけどなんか6番さんに殴りたいんですけどあの具体的な、まあ、まだ1周目だからかもしれないけど黒と白を出してなかったから発言稼ぎっていうのかな,なんかそういう感じがして。えっと 3四の人はまあきちんと考察ができていたので、うん、まあ今日は釣らない方がいいと思って8番さんはハンター出そうとしてたのでちょっとムラむです。8番 のプしいの、はい、1、2番さん、発言しさいですね、お互い同士が占うなんて、まあ、それいうん、ときって分かれたんですけど、まあ、私線まあ2番さんのが強ょじ目は高いですね、なずみが占ったのか、3番さん占って黒出せばいいんじゃないかと思ったんですけどね、まあそこで、まあ、まあ、今のところまだフラットに見ているんですけど、まあそこで3番さんがどちらでしたっけ。 一番さんを死んでみて4番さんが2番さん殴っていたみたいな。なそこをみんなが見てそこで村、まあ、て見るのもまだおかしいんじゃないかなとも思っております。で、ただちょっと6番さん7番さん最高の方なんですけど、ちょっともう一つに絞って殴るのがちょっとあまり考察伸びてないかなとも思いました。あとこの番面ほとんど皆さんがグレーなので、私はハンターが出た方がいいと思います。占い位置も狭められるので。ただ私はまあ そうですね、今日、まあ発言が一番伸びてなかった6番さん、7番さん、まあ今まだ9番さんもそうですね、3、4番さんはまた多分この後伸びると思うんで、そのどれかに入れようかなとも思いました。発言期待します。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。そうですね、自分も1番、2番、占い、フラットで見ています、えー。あと6番さんが2番さんをだいぶもう死んだと決めつけて発言していたのがだいぶ黒く見えました。あとそうですね、まあ。 自分はハンター仕様ありません、まあ裏の2人出たんでね、まあ、2周目でハンター C を出ていただければグレー釣りの範囲が狭められるのでよろしくお願いします。1番のプレイヤーは ははいまず2番は狂人ですそれで私に、えー、白を出して新名を取りに来た強人という、えー、話なんですけども8番もね7番も僕は気になったの七7八ですかね7番さん把握漏れなんですよ、えー、1を真に見るって言ったのは4番で5番はフラットにシャープに見るっていう発言だったんです7番さんそこは把握漏れですなのに6番だだきというところで8番さんに関してはうんまあ私視点には確かに強なんですけど3に黒を打てばよかったと。 っていうのは、まあ、つわりと私死んで見てもらえて、まあ、普通にありがたいんですけど、えー、3に黒を打てばよかったという発言はちょっと変かなっていうふうに僕は感じておりますで9番、まあ、ハンターそうですねこの盤面、まあ、私は出ていただきたいとは思っているんですけどそこに触れて、まあ、でもグレー考察ちょっと薄かったというところで釣り位置結構難しくてうーん、まあ、6から9どこ行ってもまあしょうがないところなのかなと思ってます。2> 2番のプレイヤーは 発言してください,い478が1新明、36が俺新明、59がフラットって感じかな。えっとね、先に言っとく、俺が新明の理由をね、478にもね、もっと詳しく教えてあげたいんだけどね。まず俺が狂人だったら何が何でも、占い師ローラでにも、これ結構狂人有利じゃん、狂人がもし占い師に出てるんだったら。なのにもう先にこう、新占い師と自分を生かすためだけに、この人狼を危険にさらす時点で、2番も、もし俺が狂人だったら何で1に白を打つのってことね、<laughs> ここがすごく言いたい。えっと、だってもう、この 1うちはまず釣られることはないじゃん、噛まれる以外に。うん、だからね、それがね、まずね、俺が死んじゃなかったらなんでそんなことするのってことよ。本当に、あのオオカミがない。あ、ちょっと追加するわ。<laughs> っていうのと、やっぱ7番の把握もレレ、ねこの78のどれかから釣れたいんだよなっていうのが意見の多分それに気づいていて殴ってるのか、まあ、ただ単にそれにそういうこと気づかないで、1死目とか言ってるのかわからないけど。<laughs> <laughs> ちょっとね、478、1強だろうなっていうのを分かった上での1位を惜し目に見てるってことなのかなってすごい思っちゃった。あと7番、7番のハーク村はやっぱり痛いからね、ね個人的には、ね、7番釣りたいかなっていうところ、フラットに見てるる発言は結構だいぶムラめだった。<laughs> っ六、うん、番の結構なんかそのニシンで見るって発言も嬉しかったけどまた、あ、理由が俺と同じなのかな,ん,なんつうの、まあ、俺,俺から感じた普通に考えたら芯だな芯の俺りに行こうとしてもんなお前はまただそれは結構ねただ単に押し付けだから一方的なん、まあ、あんまり確かに言えないけど俺個人的にはこれグレーだったら7つりたいところ3番のプレイヤーは <laughs> 発言してください。発言してくださいはい。まあ、俺が2位死んでみる理由、2位がちょっとほとんど言ってくれたけど、どっか囲えばいいんだよね、白出して。どっか囲えたら狼囲える可能性が高いから、1位に白打つよりも、グレーに白打った方が、強人の仕事としては2番成り立つんだよね。そこ一1位し白打つ、メリットがないんだよね、うん。だからそこがちょっと8番さんお,おかしいよ、言ってること。2位が俺に黒出ししていて、どういうことうん。なんか透けてんのって思った8番さん。 で、7番さんはマハーコモれで、まあ、殴られるのはしょうがないと。9番さん、2周目その位置にしてはちょっと薄いかなって感じた。6番さんは思考がちょっと似てるから同時にかと思う、うんで。4番さん、8番さんはちょっと違うのかなって感じ。5番さんはフラットな位置だからまだ色見えてこない。うん、今上位死んでるのは4、8、4、まあ、7、8。あ、普通に考えれば2が死に見えるよ。うん、怪しいのは4、8かなって感じ。以上。4番のプレイヤーは 発言してください俺も38だと思うんだけど。<laughs> えーっとうそうですね、えー、一周目でグレー考察できなかったので、グレー考察したいなと思います。えー、っと気になったのが、えー、っと8番さんが、えーっと、1番さんも言ってたんですけど、3番占って黒を出せばよかったっていう発言が、えー、3番の色なんで見えてんのっていう感じで、3黒って分かってる、38ラインとかあるのかなと思ったんですけど、3番さんが8番さん殴ってたから、うーん、でも3番さん、まあ、指摘するのは 狼だと当たり前かなっていうので38は全然あるなっていうのであと7番さんが、えっと、えっと8番さんが、えっと、ハンターを出そうとしたからムラメって発言してたんですね8番さん別に進行論しか一周目伸びてなかったのでそこでムラメておくのは7883なのかなっていう感じで今見てますまああとは、まあ、56なんですけどうん6番うん5番56はフラットで見てますはい五番 のプレイヤーは 発言してください8番さんの、ね、3A の発言もみんな言ってるからね、私から言う必要ないと思うからそうだ、ね、あと占い師はね、もう一度にね、ここね決め打ちで思考ロックするとね、村側の、ね、そうメリットがないからね、うんいいとして、あと4番さんは占い師とかには人界じゃな,いなく、グレー色とか黒色のところをですね、殴りに行ったところが4、白目にちょっと見えてて、僕はね、そうだね、7番さん、 そうだね、叩いてて3番さんが7を避けたんだよね、釣り1からだから僕73のラインもちょっとあるのかなと思ってるから今日は僕7番さん釣りでいきたいけどあと6番さんに関しては特に印象がない。じゃあ7くか9もちょっと発言薄いかなって思うんだけど僕は今日も7番さんに投票しようかなと思うよ。6番のプレイヤーは 発発言言ししててくくだださいひと一通りね、皆さんの発言聞いてたんですけど、なんか今回は7つられそうですね、はい、僕はえなんか考察がの見てないだろう、どうなの言われてますけど、僕は頼むのバカなんでね、はい、考察も何もないです、僕はもう見えてるんですよね、実際、ラインが、もう口調を聞くだけで分かるんですよ、誰が人狼か、7級です、はい、ちょっと5も怪しいかなぐらいですけど、7級で僕は100%です。 いや、99てます <laughs> 何言ってんだこいつ、まあ。終わった瞬間わかるでしょう。俺がどれだけの見る目があるかとね。<laughs> で、これね、79は絶対にやっときゃおしの。今日で絶対7です。わかりましたか ?7 と9、7と9、7と9。以上だ。7番のプレイヤーは発言してください。<laughs> はい、えっと、そうですね。あの、考察。 できないから、まあ、釣られても全然いいんですけど、<laughs> ダメだよ。あの、仮人でもないし、ハンターでもないし、普通のただの村人だったので、全然、多分、初日だし、しょうがないかなって思います。把握漏れしてたし。で、まあ、二ワンさんのことを死んでみてないとは言ってなか言わん、言ってないから、まあ、それで釣られるのもしょうがないかなって思うんですけど、 まあ37もないし9もないし自分村人だからない普通に本当にないからうん何かみんな8怪しいって言ってたから8入れようかなって思います。 7番のプレイヤーが選ばれました本当にチンチンで人狼すんなお前7番入れてるけど6番は <laughs> 7番のプレイヤーは発言してくださいはいえっと村人の人頑張ってください、えっと、占い師さんも黒出せるように頑張ってくださいじゃ聞いて楽しんできます夜が来ました。にしろ打ちまーす 俺3だと思うんだけどどう ?4 のが黒いえ <coughs>、ね、3八じゃね いや8占うんだったら絶対3の方がいいよいや8に占ったらんなくなんね俺38で見てるから8占いは信よねえわ3占って白だから8も白いかなっていう朝が来ました4も黒いけどね昨夜は誰も死にませんでした 9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。えー、おはようございます、まあ3、5、白出たということで、もう今グレーはえー、っと4、6、8、9かなあれまだだっけそうですね、4、6、8、9がグレーということで、<laughs> まあそうですね、自分は、まあ、ずっと6が怪しいと思っていたんですけど、えー、っと そうですね。録が一番自分は怪しいと見ています。以上です。あと占い理由とかもちょっと聞いてみたいなと思います。1。 のプレイヤーははいまず3番、白ですえ。なぜかというと、ですね2番の真をかなり見ていたのは3番でして、えーまあ、実際私が真なんですけど、そうなってくると、2番を真だと思っている狼が占われたくないという理由で、2を真で、えー、見るというのを強く押して、信用を取ろうとしたのかなと思ったので、私は3番を占いました。えー、それと同時に、ですね8と3のラインあるんじゃないかという風な話、4番さんから出ております。まあ、結果、私もそこを疑って、えー、3番、占ったところ、白だったので、そうなってくると、8 私は割とグレーの中で、まあ、昨日、黒いかと思ったんですけど白くなります、で今日なんですけど昨日7番と8番の投票っていう形になっていて、まあ、結果、7番連れてるからいいんだけど8番って役持ってた可能性ありますよね、なのに8番に投票する人間っておかしいんですよ、だから3、4、5、7で私、3番その理由もあって占って白なんですけどそうなってくると4と5あたりが怪しいのかなというような形ですね、今、は割と、まあ、グレーだったら4投票になるかな。2>, 2番 のプレイヤーは発言してください昨日ね4が5を白で見てて、5が4を白で見てるって言うん、ね、で、ここのラインがあったら一番めんどくさいなと思ったから5をらな占ったら白だったら、だからこれも、ね、イコールで4も白になるんだよね、俺の中では。うん、でね、これね、あのーうん、1番で、ね、すごいなんか私が死んだから俺が死んだから的なことすごいしたけど、<laughs> なんかもうそれ本当にあ <laughs> もう終わった時に笑っちゃいますって感じなんだけど。とりあえずね、<laughs> 同じ意見だったのは1と8が新んめってことね。 それ理由はっていうとね普通この投票割れないよ、うん、7で OK だもんっていう感じでそう見るとやっぱ7番も8殴ってたしこれ7狼の8殴って7ともう一人狼とかまあ強人が7狼だなと思った強人とかがおそらく8入れてんのかなっていうのが俺の意見だからぶっちゃけこれ3が8に入れてるのもね結構怪しいんだよだって俺のこと真理見てるっつったのに結局7に入れてないわけでしょその理由とかもちろん3聞きたいわうんっていうのともうだからこの時点でもう3689 ちょっと9もね、発言うさかった。9ですけども。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい。まあ、2、新名で見てるけど、2と意見が違っただけ8入れたりは、8言ってることは明らかおかしかった。で、そう7にね、投票56、56、456、4からかな。4ゴールであの、結構誘導かけてたからね、うん。7の相方位置どこだろうって考えたとき、6の79っていうのはちょっと大胆すぎるけど、あんま見えなかった。 相方としたたらラインを無理やり繋げたい4か、うん、その以外はあんま関わりなかったから見えないけど普通に8怪しいと思ってで1番3を38まだラインで見るんだね。俺投票で8入れてるからそこ見てから占ってほしかったよね。そう見るんだったら。はいうん。8番3。うーん 怪しいか,とか普通に釣れちゃう位置だったと思うから普通に38ライン切れてると見てほしい。でまだ今日8番さんの意見聞けてないけど、うん、9番さん薄いかな色見えてこない4番さんも怪しラい、ね、以上。4番のプレイヤーは発言してください。黒かえっとそうですね、えー、昨日の7番さんの発言結構黒いかなと思いました。っていうのも7番さん2周目で、えっと、8番さん釣っていいかなって言っていたんですよ。 7番さん1周目、8番さん、村目に置いていたのになんでそこで意見変わったのかなっていうのがき、えー、気になりました。7番さん、8番さん、狼同士でライン切りしたのかなっていうのは若干思ったんですけど、うん、でも8さん、ん8、7のラインが濃いかなと思っていて、うん8番さん、一番怪しみを見てます。で、2番、えー、時点で6番さんかな、6番さん、昨日7、9ラインを、えー、かなりご了承で。 うん主張してたんですけどその根拠が全くなかったのがう,ーんうん八番さんの色があんまり見えてこないから八色うんどっちか役職あるな出てもグレー詰めていった方がいいかなと思いますはい五番のプレイヤーは発言してくださいだだ発言しそうだね私はね八番さんに投票した理由はね七番さんの話聞いてねちょっと弁解の仕方がね村人っぽいなと思ったから八番さんに投票したんだけどね。 そうだね。2が5、私、黒の出しね1が3、白。だから、4、6、8、9になってくるんだけど、私はこの中だと、やっぱ8番、もしくは発言がずっと音い、9番に入れようかなと思ってるけど、あと、の弁解のね、分ターンがあるから、それ聞いて8、9、どっち入れるか決めようと思っ5が一番白いてうか、白なんだけど。6番のプレイヤーは発言してください。 <coughs> <coughs> ないないやないのはちゃっとお前のちゃってや。 はい、ごめんなさい、ちょっと、電波悪かったですすみません、えっと、何ですかねえっと、ですね、ちょっと、ごめんなさい、ちょっと、僕とりあえず、違うんで、はい、どういう話になってんのか話聞いしきまなしたちゃんと、すみません、違うんで、いいよ、おじいなさい。 はい、おはようございます。えっと、6番さん、せめてそこで最後だったら役職しようとかあったら言ってほしかったかと思います。下手したら釣り位置になると思うんで,で。まず、とりあえず2番さんの言ってたことに弁解しますと、<laughs> まず私目線、2番さん1番さん占ったじゃないですか。だったら、普通に3番さん占って、黒でも白でもそこを占ってほしかったっていうわけで、別に黒を出せってわけじゃなかったんですね。ただ、ちょっと言葉足らずでそこはすいませんでした。で、今日でちょっとまあ3番さん5番さん白ということで、まあ、今のところどちらが審議ついてないんで、どっちかにも黒はいると思うんですけど、私目線、すごい4番さんが黒く見えました。なぜ7番さん8番さんとか6番 6、8とかすごい僕を釣り位置に上げたい狼にしか見えません、正直言って、4番さんは。で、3番さんに関しても、そうですね。 ほとんど皆さん3、4番さんに触れてないんですね。なぜそこで触れないのかも、もうみんな怪しく見て怖いんですよね。ただ、まあ、6番さんはただ単にまあバカって自分で指示をしたんで、79ラインを私は見てないんですけど、でも7番さんで一陣路を連れた説もあるんですよねで。4番さんがそこで無理やりに私にラインを伝えてきたと見えて、私4番さんがすごく黒く見えました。で5番さんはまあその正当な理由で私をまあ白く見てるって、釣り位置にしたかなと思ったんで、別にそこまでグレー位置ではありますけど、黒くは見てません。で3番さんに関して なんですけどうーん、3番さんもよくわかんないんだよな、でも、どうだろうな、白くはないと思う、自分自身でも。ただ、あんまりそうだな、今日発言伸びないな、でも俺はちょっと4番さん押すかな、すいません。まあ、これで村だってすいませんですけど、自分4番さんくよく見えました。あと私、役職はありません、すむらです。以上です。投票を始めてください。<laughs> ありえん、俺じゃないべ。どうしよう、4と7やったら。 おしっこビッチアンゲけどその場合俺。四番のプレイヤーが選ばれました四番のプレイヤーは発言してくださいうんつられるかここでうーん、とりあえず2オオカミいたら負けかな七番さん結構黒いと思ってた うん。発言で。出そうだな。うん。6番さん今日発言聞けなかったのが、あまり聞けなかったのが痛いかな。うん。それで今日6番さん投票しちゃったんだけど、うーん。 もう三八のラインが一番濃いかなと思ってる。八番さんは確か一周目で三四。釣り位置じゃないっていう感じで、三番さんやっぱりかばってたから。三八のラインは結構あるかなって思ってます。すごい黒いって。そうだな。六九に関しては色が見えてない。五番さんは結構自分と意見に似てて白いかなと思ってます。はい。三八で一強陣とかだったら負けですね。はい。私村でした。夜が来ました。目を閉じてください。え、わからん。 ハチクローみたいなさ <laughs> 白だなあまあ色が見えないっていう理由で6番占いました 連れてますね。これ連れてるか。もう号泣で考えてますみたいな。朝が来ました。昨夜死んだのは。二番。三番。 このプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、九白白です。二神か。二神やったら。五が白くなって、俺が黒くなるよね。うーん。うーん、なんだろう。村ピー。まあ、昨日九番さん、たの八番さん意見を。 少し分かるんだけど、うんね、こっちから見ると問いメだからそうなるのかな8番3は34に結構黒1見てるけど僕目線で、ね、6と9が全然色見えないもう6番と9番は完全に切れてるんだけど6が79狼ってなんか断言してたからうんどっちかに狼いるんじゃないかなと思って1番3が9白うんちょっと分からんくなってきたうん今日は1番3つりでいいと思うてか PP じゃないよね PP あるのかいやでも大丈夫かうん 今日は1番3ついてちょっとグレーについては、うん、69どっちかにおかみそうだなって感じ5番3は今日おかみするような人じゃないと思う以上5番のプレイヤーは発言してください発言してくださいこれね2人狼もしね残ってたら PP あり得ると思うの、ね、で1番3強人だとしてでその後人狼1人に1つってね22で単語68で残るから22あるからねもうこれ完全3番3黒だと思うんだよね、うん で、3番さんの目線から見ると、そうだね、1番さんが3に白出ししてるから、これで真の占い師がもう2番3って確定っていう目線になると思うんだよね。だからもう今日3番3釣りしかないと思うんだよね。ここで2を釣るっていうのは今日3釣りはダメだよ。だからもう、そうだね、もう3番3釣りしか私はないかなと思ってるから、そうだね、一応私、まあ、白出しされてるけどね、まあ、そだね、 まあ私は3つにしようかなと思ってるよ6番のプレイヤーは発言してください発言してくださいえっとね最初のラッキー絶対言うてったんですけどねちょっとこの話のなったちは分かんないっすねはいうーん別に僕の発言も真っ白なんでねはいもう話聞いていって手で決めます投票ははーい8番 のプレイヤーはは発言してください発言してください、はい、おはようございます。そうですね。私、メッセンちょっと6番さんから役職の使用があったから嬉しいんですけど、6番さんと一緒です村なんですかね。まあ、ここで私もまあ、うん ここ別に人狼宣言とかないんでここは多分もうこれ PP はないと思います。なので多分一路はどっかしらで釣れたと思います。私目線4番で釣れたと思ってるんですけど、そうですねただ5番さんがすごい3番推しっていうのもすごい黒く見えちゃったんですよね。うん、自分はもう白確定だからここで片白の3番を釣りに行こうって目線に見えたのかなと思います。私目線今日はもう1番さん釣りが安定なんじゃないかなとも思うんですけどえ、そんな3番、3番そんな黒く今見えてませんね、私目線は。なので1番さん釣りが安定なんじゃないかなと思います。まあ、9番さん1番さんの発言で、まあ、下手したら3番線に釣り変わるかもしれない 一番と一番さん安定ででございますす以上です9番のプレイヤーは発言してください発言してくださいえそうですね1位がもしそれ強人だったらこれも PP ですよねでだから多分1位つっても多分負けはないんじゃないかなとは思うんですけど、えー、自分はそうですねもう,う36が今ちょっと怪しめになってるかなっていうところで になっています。はい、<laughs> 1番のプレイヤーは？ はいまず皆さん、えー、皆さん視点、私何だと思ってるんですか私、新占い師なんですけど、あのですね、よく考えていただきたい、5番言ってることがおかしいんだよ、さっきから。2オオカミだったら負ける。私、新占いだから絶対負けないんだけど、えー、ただ、5番はね、2番が噛まれてること考えると白いとは思ってるけど、まずチャットしないでくれ。この村のルールだ、それは。で、私視点ですね、えー、5、6、8、まあ、この中に2オオカミもしくは1オオカミなんですけど、2オカミってことはないと思う。えー なんでで普通にラスト狼で考えてみますそうなった時に4で釣れたっていうのが確かにねそうなの俺もね4がオオカミだと思うで私ですね初日から7と4ねえちょ釣りに持ってってるんですよで私、オオカミちゃんと釣ってるんですよ私、新占いで見てもらいたいで私村目線でも強人しかないんだからだからもう6、8、5どこかに1オオカミいるのねでやっぱ発言が聞きにくい3、8、白だと思ってるからここ6番で絶対負けないと思うから6行ってほしい。

はい安定進行で僕に入れるっていう考えの人は分かるんですよ、えー、3番に入れている人これはおかしい、えー、56も圧倒的に、えー、どっちまあ両方狼はないはず普通に考えて囲ってるんだったら昨日私噛んでそれで PP にすればいいからだから6番が狼で僕は考えてますマジで5番はね思考変えた方がいいぞ3番は俺白出してんだよで判断がついてないってことだから占い師のだから5番は俺は白だと思ってるなんで えー、6番釣ってもらうしかないんだけどもやっちゃったから3番白なんだよあまあ別に俺死んだから3釣りになっても俺が生き残ればいいけどさこれ明らかに6番5番おかしいことしてるってのをまず把握してほしいもう結局村が投票するしかないけど9番はマジでちゃんと投票してくれ本当はもう明日絶対6番一狼って信じて6番釣るしかないからな3番のプレイヤーは 発発言してください発言ししててくくだだささいいそうだねまずまあ俺のこと狼で見てる人結構いるけど、うん、俺オオカミだってう,うんでもな一釣り安定だと思うけどなうん5番さんが俺釣りたい理由が全く分かんないうんんでそんな言い切れんの俺まあ動き的にはね2番さんめっちゃ死んで見てるからそう見えるかもしれないけどうん今日一釣りで俺グレー精査しようと思ったけどね うん正直、うん、8がちょっと黒目下がったなぐらいうんちょっと分かん5番さんの,じあの強化味も全然あると思った発言的にはうんだから今日1番さんでもほんと考えたいうん俺つったら負け濃厚だと思う2番さん俺心霊見てるからうん1は何でそんな6番押すのかも分かんないし、うん、今日1番さんと,とりあえず言ってください投票を始めてくださいうん にゃんにゃアホ <laughs> <laughs> アホがおる夜が来ました目を閉じてください しよっかな。 にやろ朝が来ました。昨夜死んだのはューバ番のプレイヤーは発言してくだクい。発言してください。えー、まあイエロ出たということでまあ <coughs> そうですねこれは 分かんねえなすいません、僕、あんまりやってないんで分かんないんですけど、そうですね、5番さんがずっと3番さんを釣りたがってたっていうのは、まあ、結構気になる、気になってて、まあ1番釣ってれば多分ななと、長引かせることはできるんで、全然いいとは思うんですけど、今日もそうですね、安定取るなら1番でもいいですよね、多分。まだ、まあ、2色残ったらわけですけど、 <laughs> まあみんなの意見聞いてき決めていきたいと思いますまず9番白だからもっと自信を持ってください6番が黒ですもう今日だって村目線さ俺あっても強人しかないだろ俺新占いだよで冷静になってほしい昨日表がまずばらつくってのがおかしいんだよ5番はなぜ7番を黒で見てんのそれがわかんねえわ 俺5の黒もあるんじゃないかなって思ったけど6番で黒出てるから5は白だよマジで考え直せどっちが黒かって4と7ででその時に4に投票しているのがさ158まあだから3が怪しいっていうのはシャッポイズって分かるけどさちげんだよ6黒なんだよ 6, を6も怪しいラインになんないのお前してんマジで5番は真面目にやってくれチャットはあと禁止だからなで9番も3番も白だから5番も白もう6番しかないんだよ黒は今日は絶対6番投票してくれ 言えること他にあるかうんとりあえずもう6番しかないで5番は分かってなかったんだよ占い師かまれた時点でで囲いもも怒ってねえから5白3番のプレイヤーは発言してください発言してくださいはいでも1番3目線6黒で5黒はないって言ったけどそれはちょっと違うんじゃないかなでも5六どっちとも俺に入れてるから普通に2色あるかなと思って1番3が死んでね うん。だから俺 PPR と社1の今日でゴール交換それは違うんか。うん。ちょっと気になるけど。うん。だから昨日56が俺、まあ、5番は理由言ってくれたかわかるんだけど、6番さんが俺に入れてる理由がわかんない。うん。なんで入れてんのって感じ。うん。ゴール交換だからかなと昨日ちょっと思ったけど、うーん。どうだろう。で、ま、も、あ、今日それを、俺の推理が当たってた1つ打ったら終わっちゃうからね。今日、 昨日,昨日グレーだった6番さん、うん、発言全然伸びてないし役持ちなら言ってほしいセッたら5番さん入れる以上5番のプレイヤーは発言してください発言してくださいいやこれちょわかんなくなったねっなんでや ?1 番も完全に強靭で83黒なのかなって思ってたけどこれに噛んで身をしんのように見せた 人狼側の作戦かなって思うんだけど僕から見るとね、まあ、一番人狼がないわけだからね、一祭り候補からも外すんだけど、9、6、3のどれかになってくるんだけど、もクロー出されてるからね、月6の返答を聞いてね、特に何もなければね、もう6釣りでいいのかなって思うんだけど、ちなみに僕はね、もうここのタイミングだといいと思うから、仮ドなんだよね。 6番のプレイヤーは発言してください。あれ、ちょっと待てよ。おかしいな。これ俺がカ人ウドなんですけど、本当に。なんで5番がここで言ったんやろ <laughs> んえ、1番が教人として、5番がここで嘘,嘘ついてどうするんですかねやべ。いや、僕が確実カ人ウドで一発目で誰か、 多分救ったんっ, 2> 誰か救ったで2発目は、えー、これこれすくったんですけどあれ8番かな死んじゃって5ってことかでもこれ二人狼残ってん,んじゃん。というのは僕は5いきます5。でも1と5は俺入れるから93絶対5入れてくださいね。<laughs> 投票を始めてくださいああだ6番黒かよ5番のプレイヤーは 発発言してください発言ししててくくだだささいいやでも僕実は本当はまあもう言どうなんだろうねまあ、言っていいのか分かんないけど僕ハンターなんだよね本当はだから6番さん本当は白なのかなと思ったけど一 <laughs> 番さ占い目線から見ると僕占ってないわけだから僕もグレー色だから僕に入れるのも分かるんだよねこれ分かんないけどもう6とか本黒だとしたら1強人の93のどっち 鹿狼ってことになるんだけどね、まあ、僕、釣られても誰か撃てるからね、それで人狼当てればおそらく勝ちだからね、こいつ、それで行こうかなって僕は思うけど、3クロだよな、じゃあ。どうだろうね、6。6がちょっとまだわかんないね。6の発言聞いてちょっと考えようと思う。6番、のプレイヤーは発言してください。発言してください。 えっと、ハンターをここで釣られても、誰か水連れにするってことか。そうよな。じゃあ6つゃ、6 0でも、俺は確実に狩りを出るから、ここで殺す必要は絶対ないから。いや、もう俺は狩りを出しか言う必要はない、もう言うことないし。3級など近いけどなもう分からんわ。最初の7級言うてたけどなもうん、任せます。 三3オーカミや,なやっぱいあいえん。ゃないべあいや、まあそうやなってんな。どっちにし六6つやもんな。6番のプレイヤーが選ばれました。よしちょ。5番が意味わからん。6番のプレイヤーは。 発言してください発言してくださいサンクロなんすかねーお疲れっす夜が来ました目を閉じてくださいなんでーカリュードっていうのバカなのよしサンクロ読み当たってたな9かもしんねえけど10番5に入れてるしよそやろなサンクロだろうね で <laughs>、ご投票で勝つだよ。朝が来ました。昨夜死んだのは。 9番 <coughs> 1> 1番のプレイヤーははい、占い結果は以下の通りなんですけど、ハンターがうまぶってカリウド CEO はやっぱりダメだと思います。今日は5番投票します。発砲できないので3番のプレイヤーは発言してください。のやつはい、すけすけのおかみでごめんなさい。5番さんのカリウド CEO のおかげで勝てました。以上です。 5番のプレイヤーは発言してください <laughs> 発言してくださいそうだねこれ僕最後発砲できる方法を知ってるからね僕に投票してそうだね3番3発砲で終わりかなって僕は思うね僕に投票していいよ投票を始めてください <laughs> できねえどんな方法だよ あーしいやでもやっぱ3黒見てよかったね最初にレ7番クらやったかゲーム終了あっ4なの 3は結構自信持って囲ったけど。<笑><笑>とりあえず5番を蹴ろまあ悪くない村だね。 完全に馬ぶりやったよななんで言ってること変わってたし黒出ししたら信じちゃうタイプやった2は説教する